ボス前でセーブさせてくれるとかぬるいよね。ヘルプ L と R で鍵を回す、 ZR で回転を戻す、 ZL で透かしてみてぴったりに合わせるのだ。そして同時押し込み。あ、こうだな。はい、あれちょっと違う違う、おかしいな。そういえばルーク、こういう謎を知っているかな。あ、こうか、こう、違うの逆、違う、4 4になった。あ、知っていった、はめる。さあ、どんなんだったっけ、ボス戦。眩しい、めいた、めいた。あー、そうだ、ギラヒムだ。最初はあいつ、あれ指で止めてた覚えがある。はじめのボスはギーちゃんですね。君はあの時の渋石田明イメージ。私の竜巻にはじかれながら無事な上こんなところまで来るとは。まあどうでもいい、君なんぞどうでもいいんだよ。用があるのはこの扉の奥から強い気配を感じさせている少女。我々が雲の上からこの地へ引き込んだ聖なる巫女。あ、自己紹介がまだだった、失礼した。私は君たちが大地と呼ぶこの世界の現魔族長ギラヒム。気さくにギラヒム様と呼んでくれて構わない。なんだこいつ。貴様は敵だ。おう、私の邪魔をする。君ごときがこの美しい私の行く手を阻むというのか。本来ならばあの少女はすでに我らの手中にあったはずなんだよ。だがもう少しのところで女神の老兵にかすめ取られてしまった。私は今猛烈に激烈に気分が悪い。これは嘘をついている味だぜがなかったっけ、そんな覚えが。まあとはいえ君のような子供に向きになるのも魔族長としてどうかと思うからね。全治100年で許しておいてあげるよ。それ以下には曲がらないよ。意外に声うてえなこの人。ほっこり。シャキッ。これ聞くのかな。ほっ。取られた。取られる、そういうのもあるのか。投げんじゃねえこいつお前。初回の時はあえてね、こんな捉え方してないからね。ふい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 。これいまいち戦い方分かんなかった。こいつが今どこを取ろうとしてるかみたいなのよく分かってないんだよ。立てる。結構適当に倒した覚えしかない。教えてファイ。
詳細は不明ですが魔族長と名乗っております。知能はかなり高いもの。もっと詳しく、腕に絶対的な自信がある。右手に注意。剣を構えてる方向を見て、逆方向から攻撃。はい、以上です。こちらからは以上です。左に構えといて止められる。下に構えといて見せかけて上から左。下に構えといて上下に構えといて、あ、手が確か下に移動してるね。上から左ベロリ。あ、剣持った剣持った。教えてこれ盾だったっけ。はい、葬儀。これかわし方そういえば分かんなかったんだけど、どうやるの。俺のかわし方がね、分かんないんだよ。前やってる時は無理やり倒した記憶しかない。ちょっとね、まだ回復あるから、いろいろジャストボール。クオンがしにくくて、違う、使わない。これのかわし方がね、結局前一度もかわさずに倒した方がいい。キレキレ。どうやってかわすの。いくぞ。よし、わからん。体力の増幅。違うよ。盾だな。もういいか、倒すか。あ、まさか。これの可能性もある。カバギリカバギリ。これ込んでこいよ。よし、行くぞ。気にせず走る。ダメか。よし、わからん。諦めよう。もう戦う。よし。ん？横切りしたら切れたぞ。やべ、次食らったら回復しなきゃ。なんで上から切るねん。本当にわからんね。まあ、ということでもう気にせず体力に物を言わせて力ずくで倒します。結局前もね、分かんなかった。これは剣の実力だよ。遊びが過ぎたな、こっちのセリフだわ。
さよなら、空から来た少年。もう許してあげるから、私の邪魔しちゃダメ、ダメ。さーて、これ無視したらヒットポイント初期値クリアができんのかな。まあしないけど。ハートの器を手に入れた。全回復。いやーうまい。ゼルダー、ゼルダー、眩しい。ん？いないのか？女神像様。トウ、トウ、トウ、シャキーン。いけ。これは遥かなる過去、神々が使われし言葉、翻訳します。なぜ踊る？我時の彼方より女神の使命を持つ者を導きたり、空より来たる御子二つの聖地巡り、その身清めたり、ここ展望の泉と第一の泉、次なる聖地第一の泉は炎の大地オルディンにある。親の使命を携えし、運命の御子ここよりかの地へ旅立てり。証しあげちゃう。あ、次のモロタ。紅宝珠の石板を手に入れた。これでっけんだよ。今のサイズよりもっとでかかったよね、本当は。ファイってタイツ履いてるみたいだよね。先ほどファイが翻訳した言葉の通り、ゼルダ様はこの場所で身を清め、オルディン地方へ行かれた可能性 97%。 ここからどのようにして移動されたかは不明ですが、手に入れた石板、スカイロフトにある台座に収めれば、新たな光の柱が大地から登り、捜索を続けることが可能と推測されます。モニュメントから一度空に帰りましょう。いるじゃねえか、キュイ族。ドドンマイ。兄ちゃん、おいらだキュー。あんた誰だ？誰？忘れたこと、悲しいキュー。仲間のミンタと会えたキューよ。見つかるといいキューね。じゃ、またな。何しに来たんや、お前。もう帰るだけでいいんだったっけな。まあ、せっかく、ビートルを手に入れたんで、ちょっと飛ばしてみるか。ビートル、行け。行け、俺のトムキャットレッドビートル。言いたいだけ。ふむふむ、特に何もないな。とりあえずね、軽く嫌がらせだけして。いやー、やめて、襲う、襲う、襲う。うわー、落ちた。ひで、こいつ、鬼か。ですね、これはひどいですよ。よし、帰ろう。空に帰る。お金今おいくら前にあるんだ。164円。円じゃねえ。大空へ。
まだ爆弾買えないね。二つ、うん、キューブを解放したから2個宝箱が取れる。ハードオーファイ。女神キューブにスカイウォードを当てた時にエネルギー反応を情報で感知。そこだ。そこと、ここは違うの？まっすぐ、このまままっすぐ。そこだね、合ってるね。そことこっちもかな。まあまあ行ってみよう。なんかいいもんくれ。一番怖いのはあれなんだよね。今500ルピーとか手に入れてさ、持ちきれない、無駄になるっていうのが怖い。早く財布欲しいよ。あ、農業地帯。出た、出ちゃってなったけど。まあここだね。やってる？どうも。お、いらっしゃい。鳥乗りたちの憩いの場、パンプキンバーだ。かぼちゃスープ飲めるのはここだけですか？ちょっとだけ。おいくら万円ですか？10ルピーだけどね。まあ、スープだけじゃなくて氷を楽しむ場でもあるからね、と。壊すと怒られるんだっけ？なんだったっけ？壊さなきゃダメなんだっけ。ああ、壊すしかないわ。ハートのかけらあるもん。じゃあしょうがないよね。はい、はーい。向こうに座ってるじいさん、悪魔見たんだって。あ、悪魔いたね。バナンちゃん、はい、はい、いらっしゃい。お、スカイロフトの騎士さんね。ゆっくりしていってね。あれを取ろうと考えちゃダメだからねって。絶対に体当たりするなよ。絶対にだぞ。一発程度じゃ足りんか。信じます。話をしろ。何を？悪魔みたいなやつが住んどるんじゃーっと。ここじゃないのか。どこ？あれで？2階かな。お、下僕へ。お、修行者ね。珍しいね。何をしてるかって言ったかもしれねえけど、虫が大好きなんだよ。虫がいそうだからねって。テリーのお店で買ったらいいよっと。スカイロフトはここより北西にひとっ飛び。全然落ちねえ、あれ。お、やったぜ。なんということでしょう。あいつやりやがった。ゴルラクソガキ、ちょっとこっち来んか。ドゥ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 ン。セーブをして終わる。逃げたい。はーい、ゲット。よし、じゃあの。黙って出てくつもりじゃねえだろうな。だとこらやるんか、ほら。金も取っとこう。びっくりした、寿命が縮まったわ。信じます。
やっちゃった、これはドヤされたぞーと。言わんこっちゃない。だからあんなに止めたのに、パパにどやされても知らないんだから。お父さん、お父さん、お前なんてことしてくれたんだよ。大事してたオーダーメイドのシャンデリアがディーネシじゃねえか。全額返すまでただ働きだ、こら。できてない。なんだ、トキソンジの元。できてる、できてる。大丈夫、大丈夫。お願いします。おっす、お願いします。スカイロフトの騎士長に届けるんじゃ。わかりました、うん、ただし5分です。それどころか今から俺買って飲むぜこれ。ねえ、もうそれどころか今自分で飲むけど俺。最悪だこいつ、ホットがてめえ飲んじまったんじゃねえだろうな。しょうがねえよ、ほらよっと。わーい、ホットを手に入れたぞ。ただし5分で冷めてしまう。あー、やべ、金取られたこいつ、最悪じゃん。なんてひでえことするんだ、最悪だなこいつ。とりあえず先届けてくるか。もう、まあ、どうせまた戻ってくんだろう。行くぞー、ピー。5分って結構長いからね。加速するんじゃなくて加速。いくぞ。早い。5分とか余裕じゃねえか。問題は騎士団長って誰。一番の問題来たけど、どこへ行こうというのかね。誰なんだろう。着地そこの人かな。やってる。イグルス、ん、おお、かぼちゃスープではないか。そうです。早くどうぞどうぞ。ん、うまい。そうっすよね、俺もさっき食べたっすけど美味しかったっすよ。うまい、もう一杯。礼を言っておいてくれ。じゃあね、ちょっと宝箱さんを明けに戻りますか。なんという無駄な動き。今どこに行こうとしてるの。壁に体なすりつけてる場合じゃねえよ。こっちか。あら先生、雲の下に落ちたゼルダを探しに行くそうだな。雲の下に大事があるなどとおっしゃっていたが、何か知っているか。疑惑のある喧嘩、盾がないとは何ともこ、お、いやー、うまい。やった。一個はタダでもらえるんだね。やったね。いやー、タダで物をくれるなんてこの人はいい人だな。で財布が欲しいね、財布。テリー、テリー。いた。そこ待って、そこ待って。そこだ。そこ。よし、なかなかいい狙いをしている俺。100だったよね、確か。追加されてる。まあまあこれね、買うか。これないとね。
話にならない。プラス300。まあまたお金なくなったけどね。メダル系はパラメータ、虫メダル。あ、虫の場所が現れる。おは高い高い、ちょっと高い、ぼったくりだぜこれ。命のメダルの効果って何だったっけ。現在小さな財布プラス600までね。 OKOK。 じゃあの、これね、どっかで止めたらね、こいつ経由でアイテム回収できた覚えもあるんだけど、まあいいや、とりあえず宝箱2個分取りに行こう。で、台座に石板はめてから次の場所だ。行くぞ。